はい、こんにちは。沖縄おばばです。今日のランチです。ちょっと遅くなっちゃいました。なんかね、11時ぐらいにね、おやつをちょっと食べちゃったんで、えー、お腹が空かずに今ぐらいの時間になってしまいました。はい。今日は本当に簡単です。えー台湾のね、 え、これです。えー、素食、いわゆるベジタリアンのね、えー、お肉類、お肉類っていうかね、えー、動物性のものを一切使ってないザージャン麺ですね。はい、インスタントです。はい。えー、っと、それにちょっとね、白菜を加えて混ぜたものと、で、まあ、ザージャン麺なのでね、ジャンがね、ここにありますね。味噌が、はい、乗ってます。で、こちらは、これですね、えー、やっぱベジタリアンの、えー、あれですね、なんていうのかな。 えー、グルテンとかね、えー、グルテ、グル、グルテンミートでできたね、あのー、ベジタリアンミートですね。この大豆とかね、グルテンを使って作られた、えー、グルテンミートの、全部です。肉全部になります。はい。それをちょっと乗せてみました。あと、スープです。これもこちらについていたものですね。はい。えー、というわけで今日のお昼の雑談です。はい。えっ、ー、とですね、なんかね、 おみちゃんがね、沖縄で大流行りというね、そういうニュースがなんか出てるみたいですね。で、なんか重症の人がね、なんか結構いるって言って、なんかベッドが埋まってますよ、みたいな、そういうのが流れてきたんですけど、あれですよ、あのー、いませんね。はい、えー、沖縄県のね、えー、ホームページに書いてあるんですけど、0人です。 はい、えー。じゃあ、このベッドはどういうことなんでしょうかということなんですよね。なんで埋まってるんでしょうかっていうと、多分ね、重症じゃない人を、を重症のベッドに入れてるんでしょうね。そういうことだと思います。はい。えー、それ、なのでベッドが埋まってる。まあ、 間違いではないですけどね。ベッドが、重症者用のベッドが埋まっているからと言って重症ではないですよということですね。<laughs> はい。え、あまりにもバカバカしすぎてね。なんともなんですけど、あまあ、こういう、なんてうの、言葉の遊びでね、えー、意外となんですけど、あのー、<laughs> ね、向こう側仕掛けてきたりします。えー、すべて言葉遊びでございます。はい。そういうことでございます。 なんていうかね、本当にせこいですよね、やってることが。はい。もうせこいな、としか思いません。はい。えー、まあね、しょうがないです。はい。えー、というわけで、今日はちょっと軽くこんなもんで、はい、済ませちゃいます。夜はね、結構ちょっとしっかり食べようかと思ってます。はい、えー、皆さんね、ぜひぜひ、えー、 えー、素敵なあ昼下がりを。<laughs> 皆さん多分あれですね、えー。午後のお茶タイムですね。今はね。はい。<laughs> 申し訳ございません。こんな時間にね、お昼食べてて。はい。そういうわけで。ちなみに私の周りで、そのおみちゃんにかかったっていう人とか、具合が悪くなってる人一人もいません。はーい。そういうわけです。はい。えー、まあそ、そんなこんななんで、 なんだろうねって思います、本当に。はい。えー、以上です。はい。沖縄おばばでした。それでは皆さんもね、えー、お健やかにお過ごしくださいませ。はい。ごきげんよう。